アンリ一世は、ブラバント公。父は、ルーベンハク・ケンゲロ・レーヌ公。ゴドフルは八世。母は、リンブルク公。ハイン・リヒ二世の娘マルガ・レーテ。1184年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世にブラバント公の称号を与えられ、ブラバント公国を創設した。1185年に、スヘル・トヘンボスを自治都市に指定、繁栄の基礎を築いた。 1190年の父の死により死もロレーヌ公爵位も相続した。神聖ローマ帝国の内乱では夫を四世を支持、娘、マリアを主はせたが、1214年、ブービーヌの戦いに参戦して敗北、フリードリヒ二世に降伏した。1234年に、無子のホラント博、フロリス四世と共に、ブレーメンへ遠征した。1235年、ケルンで死去。 遺体は、ルーベンの聖ペテロ教会へ埋葬された。1179年、ブローニュ博、マテューダルザスと、ジョ博、マリーの娘マティルドと結婚、6人の子が生まれた。マリー神聖ローマ皇帝夫を4世と結婚、死別後ホラント博ウィレム1世と再婚、アデライードブローニュジョ博、ルース博、アルヌルフと結婚、ついで、オーベルニュ博ギヨーム10世と再婚。 マルグリット・ゲルデルン博・ゲルハルト3世と結婚。マティルド・ライン・旧中博・ハイン・リヒ6世と結婚。死別後・ホラント博、フロリス4世と再婚。アンリ2世1213年に、フランス王・フィリップ2世とアニエス・ド・メラニーの娘、マリーと再婚。二人の子が生まれた。エリーザベト・クレイフェ博・ディート・リヒと結婚。ついで、バッセンベルク博・ゲルハルト2世と再婚。マリー。 ありがとうございます。